皆さんこんにちは、そうチャンネルです。そう太郎です。今回はですね、なんとファンレターとプレゼントをいただきました。ありがとうございます。お手紙とたくさんの可愛いプレゼントをいただきまして、これ内容はちょっと読み上げてしまっていいのかダメなのかわからないので、ちょっと一部可愛いイラスト付きのお手紙をいただきました。可愛いイラスト付きのお手紙をいただきました。ありがとうございます。K君ですね。先ほどの可愛いイラスト付きのお手紙は、こちらは A さんから頂戴しました。ありがとうございます。素敵なお手紙ありがとうございます。こちらも A さんから。でこちら可愛いおにぎりのステッカー、きっとあれですよね、ジャベルがおにぎり好きだからおにぎりのステッカーを貼ってくださったんだと思います。ありがとうございます。こちらですね、 Y さんから。むちゃくちゃ字が綺麗。僕文房具大好きで、いつか持っている万年筆とかを紹介する動画も作りたいんですけど、まず字が上手くなりたいなと思っております。でですね、まだあるんですよ。ででん、虎のパペットです。ありがとうございます。腹話術に挑戦したいと思います。こんにちは、そうチャンネルです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。名前をつけないといけないですね。トラ太郎くんです。トラトラです。とこちら、ででん、サム太郎です。ありがとうございます。今やってて気がついたんですけど、腹話術ってまみむめもの行がむちゃくちゃ難しいですね。ここはね、なんとかなるんですけどね。サム太郎、目が難しいですね。ありがとうございます。で、これはきっとサイズ的におもちくん用ですよね。なのでこれは、後ほどおもちくんにかぶっていただきたいと思います。ありがとうございます。もうすごい虎グッズがいっぱい、虎年、年男だから。ありがとうございます。じゃじゃん、これも虎ですね。虎のカチューシャっていうんですか、耳。じゃあこれはこちらかぶらせていただきたいと思います。はい、こんな感じですね。すいません、ちょっと髪の毛がボサついてて。この前僕の動画を見てくれたお母さんから連絡が来まして、髪の毛と顔をきれいにしなさいというご指摘をいただきました。おっしゃる通りです。そしてこれをつけておこうね。そして次がですね、リングライト頂戴しました。リングライト、これいや、まさにですね、僕これリングライト欲しいなとちょうど思ってたんです。最初の頃の動画を上げた時に、そうチャンネル準レギュラーの万平くんから、ちょっと顔が暗いぞと、もっと照明をちゃんと当てなさいと、先輩 YouTuber の万平くんから、ご指摘いただきまして。そうなんです、
顔をもっとね綺麗に照明を当てないといけないなと思っていたところだったので、とっても嬉しいです。ありがとうございます。なんとミニ三脚も含まれている。クリップもついてる。クリップもついてるから、これどこかにこう挟んで、カメラとかに挟んで正面からも当てれるっていうことですよね。すごい。はい、今電源につなぐことができました。これでライトをオン。あ、すごいすごい明るいよこれ。すごい。あ、でこれボタンで調節できるんですね。あ、色も変わる。すごっ。で明るさも変えられる。便利。ありがとうございます。じゃあこれを、正面に置いて。むちゃくちゃいいじゃんこれ。はい、いかがでしょうか。色を変えよう、何の色だろう。これかな。ちょっと正面に行きましょう。はい、顔が明るくなりました。ありがとうございます。すごい。世の YouTuber さんはきっとみんなちゃんとこうやってライト当ててるんでしょうね。これで万平くんに怒られずに済みます。ありがとうございます。はい、ハーっていうゲーム2いただきました。ありがとうございます。これがですね、裏の説明読みますね。お題を声と表情だけで演じるパーティーゲーム第2弾。新お題&イベントカード付き、今のハーは何のハー？返事？ため息？それとも演歌？なるほど。これですね、このカードが入っていてお題が書いてある。この説明だとハーっていうやつですね。で、このハーの中に、ABCDEFGH までいろんなハーのシチュエーションが書いてあって、例えば A は理解してハー、 B はいい加減な返事のハー、 C はやっちゃったのハー、 D は脅してハー、E は演歌の派、 F は恐ろしくて派、 G はバカにして派、 H は声が実って派、同じセリフをそれぞれ与えられたシチュエーションで演じ、どれを演じているか当て合います。身振り手振りは禁止、声と表情だけで表現します。それぞれの新お題にパーティー感が増すイベントカードが加わり、第1弾と混ぜても遊べますということで、掛け声や挨拶、セリフのない仕草、鼻歌や変な言葉など爆笑必至のお題28種っていうゲームです。ありがとうございます。これですね、ぜひ準レギュラーの万平くんとか一緒にやってみたいと思います。ありがとうございます。ちょっと中見たいな。中見ちゃいますね。チップのようなものといろんな種類のカードが入ってます。むちゃくちゃ楽しそう。むちゃくちゃ楽しそう。なんでこれはね、今度万平くんとやりたいと思います。ありがとうございます。いや、いいですね。 YouTube でゲームをやるとか楽しいことしたいですね。というわけで、お手紙とプレゼント本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。温かいお言葉が詰まったお手紙たちとたくさんのプレゼント、本当にありがとうございます。いや、本当に嬉しいです。お手紙とプレゼントが届いてるっていうのを知った時に、僕すぐに万平くんに電話して、いかに嬉しいかっていうことを2人でひたすら言い合うっていう、でも本当にそれくらい嬉しかったです。ありがとうございました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 。これからも YouTube、 俳優活動、いろんな活動頑張っていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけましたら本当に嬉しいです。ありがとうございました。